どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、宿毛矯正をやった後に絶対にやってはいけないことを紹介します。この方法をやるとずっとね、ツヤツヤを保つ方法になります。お家のヘアケア方法をね、しっかりやることによって宿毛矯正の持ちがだいぶ変わってきますので、ぜひ参考にしてみてください。宿毛矯正をかけてもいつもとね、同じヘアケア方法をしている方って結構多くないですか？そもそも宿毛矯正をかけた後のヘアケア方法をね、知らない方も結構多いと思います。今回は絶対に守ってほしい5つレクチャーしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただいたら、髪の毛がどんどん綺麗になっていきます。そして髪の毛がね、まっすぐ綺麗でツヤツヤな状態を保つことができます。では早速やっていきましょう。宿毛矯正をかけたら見てほしい5つのことを紹介します。まず1つ目は、宿毛矯正をかけたら36時間髪を洗うのはやめましょう。36時間なので1日と半日です。昼間にかけたら次の日の夜にシャンプーする、これを覚えておいてください。宿毛矯正をざっくり説明すると、まずね、一剤をつけることによって髪の毛の結合を切ります。その次にストレートアイロンでまっすぐ伸ばしていく。その後乳液で定着をさせる、こんな感じの流れなんですね。その乳液が定着するのには約36時間かかるって言われてます。なので美容室終わったらね、終わりっていうわけではなくて、その後ね、36時間ずーっと定着し続けてる、こんな感じになってます。なのでその不安定な状態で、まあ、シャンプーしてね、髪の毛をゴシゴシ洗ってしまうと、シャンプーに含まれてるね、界面活性剤が乳液をね、ちょっと取ってしまう可能性があるので、定着しづらくなってしまいます。なので宿毛矯正をかけたら36時間は髪の毛に負担をかけず過ごすことができると、髪がねツヤツヤでまっすぐな状態がキープできますので、一つ目は36時間シャンプーするのはやめましょう。次に2つ目は、宿毛矯正をかけたら48時間丸2日間ですね、髪を曲げるのはやめましょう。一つ目のね、髪の毛を洗うのはやめましょうと少し被るんですけど、宿毛矯正をねかけると髪に定着するのは少し時間がかかる、こんな感じで言いましたよね。その間は負担をかけるのをやめていただきたいんです。髪の毛を洗う場合は36時間やめていただきたいんですけど、髪の毛をね曲げることに関しては48時間やめていただきたいです。髪を曲げないっていうのは、ピンを留めたりとか、あとはきつく結んだりとか、ヘアアレンジしたりとか、こういった行為をやめていただきたいっていうことです。完全に定着する前に髪の毛を曲げてしまうと跡がついちゃう可能性がありますので、48時間は曲げないようにしてください。ちなみになんですけど、軽くねちょっとこう髪の毛まとめたり結ぶ程度だったりとか、あとは耳にかけたり、これぐらいだったら OK なんですけど、ただ長時間やるのだけはやめてください。次に3つ目なんですけど、シャンプーはアミノ酸系シャンプーを使ってください。まず皆さん、シャンプーに関してねお伝えしたいことがあるんですけど、シャンプーをすることによって髪の毛が良くなるってことはありません。シャンプーは頭皮の汚れを落とすものなので、どんなにね高級なシャンプーを使っても洗うたびに少しダメージが出てしまいます。これね、結構皆さん勘違いされている方が非常に多いです。高いシャンプーだったりとかね、良いシャンプーを使っていくと髪の毛が綺麗になる、良くなるっていう風に思っている方が多いんですけど、シャンプーは少なからず傷みます。ですのでシャンプーは洗浄力が弱いもの、こういったものを使うことがベストです。洗浄力がね優しいものを使わないと宿毛矯正の持ちが変わってきます。これはカラーもパーマも同じになります。宿毛矯正やカラーやパーマをやってる方は洗浄力が優しいアミノ酸系シャンプーを使うようにしましょう。次4つ目は、乾燥を防ぐ。宿毛矯正やカラーやパーマをやってる方はすごく乾燥がしやすくなってます。髪の毛が乾燥してしまうと、せっかくかけた宿毛矯正がちょっとパサついたりとか広がってしまう可能性があります。なので乾燥させないようにしましょう。ツヤツヤの髪の毛に一番大切なものって
何だと思いますか？そう、水分です。水分をキープさせることによって宿毛矯正が綺麗で長く保たせることができるんです。なのですごく必要なことになってきます。普段のヘアケアの中でも水分を取り入れれるもの、そういったものを選びましょう。ここで言うとミストタイプのトリートメントがおすすめです。髪の毛が潤ってる状態と乾燥してる状態、やっぱりね、見た目も全然違うんですけど、後々のダメージの影響もかなり変わってきます。なので髪の毛を乾燥させないように普段からのヘアケアもしっかりとやっていきましょう。特に冬場のエアコン、暖房ですね、この暖房から乾燥を守りましょう。髪の毛にね、水分を入れる、これってね、先ほどミストタイプのトリートメントを使ってくださいって言ったんですけど、それをつけてその後にその水分を蒸発させないようにオイルトリートメントでコーティングする、これで暖房からの乾燥も少しは防げます。美容室のトリートメント以外に髪の毛の中に水分を入れるものはミストタイプのトリートメントなので、しっかりと覚えておいてください。5つ目は、宿毛矯正は同じ美容室でかけましょう。これね、5つ目にしてすごく大事なことなんですけれども、なぜかというと宿毛矯正をかけた部分、ここに関しては半永久的に宿毛矯正をかけた髪質になります。お店によって使ってる薬剤ってちょっと違うので、毎回違うお店で宿毛矯正をかけてると、前回かけた宿毛矯正と今回かけた宿毛矯正の髪質が変わってしまうんですよ。これってちょっと怖くないですか？例えばですけど、ある美容室でね、宿毛矯正をかけました。で、今回もめちゃくちゃ綺麗にツヤツヤになります。次に4ヶ月後その美容室に行こうと思って予約がいっぱいで予約が取れなかった、じゃあもう仕方がなしに違う美容室に行って宿毛矯正をかけます。その時はまあ見た目的にはね、そんなに違いはないんですけれども、髪質的には薬剤が違うので全然変わってきます。なのでね、これを何回も繰り返してると、この4センチ部分が毎回髪質が変わってくるんですよ。これって綺麗になると思いますか？ちょっと難しいですよね。どんなにね、良い薬剤を使っていたとしても、毎回質感が変わってしまったら、髪の毛がね、綺麗でツヤツヤな状態になっていかないです。ただね、気に入ったお店をね、見つからないと、出会わないと意味がないんですけれども、そのお店に出会ったら、ずっとね、そこでかけ続ける。そうするとね、髪の毛が綺麗に保てますので、ずっと同じお店でかけるようにしてみてください。はい、今回はね、宿毛矯正をかけたら守ってほしい5つの方法を紹介させてもらいました。まず1つ目は、シャンプーは36時間洗わない。2つ目は48時間髪の毛を曲げない。3つ目はアミノ酸系シャンプーを使う。4つ目は乾燥をさせない。で、最後5つ目は、宿毛矯正は同じお店でかける。この方法はね、取り込むことは結構簡単かなと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。綺麗でね、ツヤツヤな髪の毛を手に入れましょう。この動画が参考になったら、チャンネル登録、グッドボタンと、あとコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。